ぜひ皆さん登録してくださいね。お願いします。お願いします。インドネシアの料理食べてみたい。うん、そう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 、それそれそれ、すごい食べてみたい。チョコレートは好きじゃないな。チョコレート好きだけど、うん、ちょっと一口もらえばいいかなって。あー、はい、リザルが頼んでたから。オーケー。あ、これか。そうそう、これだと便利だから、まあね、あの家に大きいカメラもあるけど、もう今もう1年前ぐらいからはもう使ってない。これ How much? 日本円だと7-6万。やっぱするよね、そのくらい。6万ぐらいかな、覚えてないんだけど。日本円とインドネシアだとどっちがさ、うん、高いの？日本かもしれない。日本高い。そうそう。全部？インドネシア安い。うん、そうそうそう。うんうんうん。あ、でも海外は行ったこと？あるよ。ニューヨークと。ニューヨークと。台湾と。台湾。どのくらいかな？でもバリ島行きたい、バリ島。絶対行ってみてよ。南国？海入れる？入れる。そう。パイナップルジュース飲める。飲める。やった。とアボカドジュース。アボカドジュース美味しいの？美味しいよ。サラサラ、ドロドロ。ドロドロ。ドロドロだよね。うん、なんか健康に良さそう。そう。あとビューティーに。そうそうそう。そう、ホケガイステリー、ギタタリック、どこアイス旅、トゥトゥ、アイス屋さんが詰まってる。今日はやってない。から、他のお店行きましょう。I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. 動画のさ、長ささ、うん、どのくらいあるの全部で。10分くらい？10分くらい。あ、後で分ける感じかな。パート1、パート10。あ、そうなんだ。そう。2本くらいあるんですね。うん、多分。早いね。なんで？わかんない。早いと思う。動物は好き？好きだよ、ワンちゃん。ワンちゃん、いる？ない。ない。好き？猫の方が好き。うん、そうそうそう。マンチカンが好きだよ、猫。足が短いさ。ああ、はいはい。え、何歳と思う？28。そう。そう、多分でも。28？ そうそうそう。すごっ。
当たった。でも今年はね19度よ。あ、そうなんだ。そう、今年だ。でも9月。9月か。9月。だから今はまだ。よかった。うん、当たった。カタリはごめんだけど。24。おお、正解。本当。すごくない？じゃあ。ピンポンピンポン。誕生日は？7月。七。夏やん。おお。誕生日の時は何してやるいつも？友達とパーティー。うん、パーティー、どんなパーティー？ケーキ食べて、うん、お酒飲んで、うん、おしゃべりする、カラオケする、今度カラオケ行くか。いいね、うん、いつも何歌ってる？さっきの人たち、あいみょんも歌うよ。あいみょん、はいはいはい。何歌うの？インドネシアの曲。そうそうそう、日本にあんのかな、日本のカラオケあるのかな、わかんないね、わかんない、うん、多分日本曲だとそう、ワンオクとかバックナンバーも、まあ、ちょっと知ってるんだけど。今日朝ごはん食べた？朝ごはん食べた。何食べた？インドネシアのラーメン、インスタントラーメン。今日？そう、朝からラーメン。そうそうそう、すごいね。いいね。で、小鳥は？小鳥はピザパン。ピザパン、ピザトースト、食パンにケチャップ塗って、うん、チーズ乗せて、うん、ソーセージ乗せて、焼くんだよ。美味しいよ、ピザパン。自分で作るの？そうだよ、好きなんだよ。すごい。どのくらい？3、4年前。あ、そうなんだ。そうそう、すごいね。いやいや、今年は？それから2 months 3 months 3 months。 結構歩いたね。結構歩いたね。大丈夫？大丈夫だよ。本当に大丈夫？元気だよ。疲れた？うん、別に大丈夫大丈夫。座りたいね。でもね、ねえ、ちょっとアイス買ってどっかで。あ、そうだね、ベンチとかあるよ。何？そう、川沿いにベンチとかある。ベンチ。おお、はい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 。オッケー、じゃあ着こうか。バインミーよ。バインミー。ベトナム。あ、ベトナムも行ったわ。あ、行ったか。行った？ニューヨーク、ベトナム、台湾。それは家族と友達と？友達と。はいはい、友達と。でもベトナムは一人で行ったよ。一人で？そうだよ。マジか。死ぬかと思った。なんかバイクが多くてさ、引かれそうになったよね。そうだよね。そうだよね。インドネシアもそうかもしれない。あ、そうなんだ。じゃあバイク乗ってるの？インドネシアで。バイクと車と。へえ。でもさ、あんまり電車がないかもしれない。ジャカルタじゃないと。そうそうそう、東京みたいなところ。あ、東京いっぱいあるよね。そう、ジャカルタもいっぱいあるかけど。ジャカルタもあるんだ。うん、でも他のところは多分あんまりない。へえ。ジャカルタが東京って感じ。ね、美味しそう。なんかあったです。見て見て、ジェラート。わお。ここならやってるね。うん、オッケー。見て、珍しい味がいっぱいある。美味しそう。何味くらい？うん、じゃあ英語あるから、書いてあるから。
チョコレートあるの。チョコレートある。チョコレートある。うん、ある。チョコレートと、あと珍しいやつがいっぱいだ。美味しそう。美味しそう。あとチョコレート。チョコレート。チョコレート。チョコレートもミルクベースとビーガンタイプのご用意ございます。ミルクでいいじゃない。ミルクでよろしいですか。はい、ではカップでお作りします。さあ。疲れたね。いつもは何やってる？いつも、うん、YouTube 頑張って YouTube 頑張る。ぜひ皆さん登録してくださいね。お願いします。お願いします。こんにちは、聞こえますか？これが聞こえてるってこと？ここでさ、うん、そうそう喋ってたら聞こえる？聞こえる。 OK、 じゃあ何注文したの？黒ごまとセサミ、うん、セサミと、ミルク。チョコレートは好きじゃないな。チョコレート好きだけど、うん、ちょっと一口もらえばいいかなって。あ、はい、リザルが頼んでたから。オッケー。お腹空いた？ちょっと。ちょっと。空いた。空いた。いっぱい歩いたから。そう。ちょっと食べる。これ食べてお腹空いてたら食べよう。オッケー。何食べたい？食べるなら、お肉。お肉、何が食べたい？ベネシアのレストランに行きたいな。おー、いいね。あるかな？ここでは分からないんだけど、あるかな？インドネシアの料理食べてみたい。うん、いいね。何が、あの、何が有名？ナシゴレンとか。そうそうそう。カオマンガイとか。カオマンガイ違うか。どこ？目黒。目黒、中目黒。悪くない？あ、電波が、電波が悪いね。新宿と渋谷だとある。ある。あ、でもすぐだよ、渋谷。こっからそう一駅だよ。でも休みの時は多分人がいる。そう、いっぱいいる。そう、目黒、渋谷はどこ？あ、すごいね。うん。あ、モンスーンカフェとかも？モンスーン？こういうの？あ、こういうの？うん。違う？違う。パッタイも違う？違う違う。これか。そう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 。それ。すごい、食べてみたい。チンタチョアカフェ。っていうレストランがある。へ、渋谷でしょ、それ。渋谷。そうそうそう。へ、混んでるかな。うん、多分ね。何が美味しいの？もうお腹ペコペコだよ。行こうか。行こうか。いいね。はい。ありがとうございます。